ちょっとビッグイニング作ったね。松坂打たれました。松坂打たれました。これが視聴者の皆さん見たかった姿です。どうぞ。じゃあ松坂チャンネルです。こんにちは。今日は、イーグルポイントゴルフクラブで上重さんとゴルフ対決をしています、はい。そして、13番まで、はい、終わって僕が、3打リードと、はい。残り、14番からですか、5ホール、5ホール、はい、最終回でございます。最終回、はい。まあ、どうなるのか、まあ、分からないんでね。そうなんですよ。3打数ちょっと厳しいんじゃないかという声もね、はい、あるんですけども、どっからどっからどっから、いや視聴者の皆さんからね、逆転の PL、諦めない PL、 そうですね、はい、勝ち越しても追いついて追いついてというあの試合がありましたんで、はい、なんとかまずは追いついて、はい、そして17番18番に持っていきたいと思いますんで、まあ、17番あたりでどうなってるかと、はい、楽しみにしていただいて、また今日も見ていただけたらと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。あるのか。大好きな方です。打てるとこにあればいいんです。ついてきましたね、僕に。でも上重さんのはさらに左に入っていっちゃいましたね。あ、キャリーさんからもあーっていう。あーが聞こえました、キャリーさん。すいません。左がいいんです。池が絡んでくるので、左がいいんです。ですよね。いいんですよ。知ってた。知ってた。ローフェード打ちたいね。ああ。あそこからこうフェードしていく。特にこう風がある日は。カーモとか。ローフェード。目指すとこが違うもん。あくまで理想だから。ここ本当は行きたいんですけど、ね。間ですね。ここ行ってトラブったらもう終わりなので。さっきダメでしたもんね。はい、こっちでちょっと確実に行きますね。はい。上ですよね。はい、左上。ああ、ちょっと。まだまだ、うん、はい、3打目に。はい。チャンスを残して。フェードというか、はい、これが3打差の余裕ですね。こう左に池があって、はい、嫌なんですけど、まあ、ちょっと大きいかもしれないですけど、やっぱ高さ出さないの重要ですか今のは。まあそうですね、まあ上げちゃうとやっぱり風でも上げちゃうんで、はい、そうですよね、はい、まあ低い球の方が、はい、やっぱり当然風の影響を受けづらいんで、うんうんうん、まあ短く持って打ったんですけど、まあ多分奥でしょうね、はい、まあ、狙い通りに打てたというか、うんうんうん、打てたんで引っ掛けて左の池に、そうですよね、まあ入れないように、はい、例えば野球の実況とか覚えてる大事な場面ありますか、はい、日本シリーズ第1戦もやりましたし、第4戦でソフトバンクが4連勝でソフトバンク優勝っていうのもやりましたね、はい、あと北京オリンピック、お、はい、冬の北京オリンピックですね、2022年、はいはい、高木美帆選手の金メダル実況をさせていただきました。この間練習ラウンドでそのプロコーチの方から教えてもらったのがあるんですけど、はい、めちゃくちゃ勇気いるんですよ、はい、まあ、くぐる可能性もあるし、はい、トップしたら池行っちゃうんで、そうですよね、はい、だけど
やっぱこういう状況でこう、まあ、しっかりこう上げて、まあ、転がせる球っていうんですかね、バウンスを使って、まあ、バウンスを使うアプローチっていうんですかね、はい、うんうんうん、一つ問題は、はい、ボールをどこに置くか忘れちゃいました一つ問題は結構重要なところ重要なんですよね、それ重要なところですよね、はい、これですこれです、やっちゃいけないやつこれなんですよ、ドンマイドンマイドンマイ、ちょっと練習です、はい、なるほど、はい、うーん、まあ、こういうイメージでやりたかったんです、はい、これ黄色なんです、取りますよ、危ないから、あ、本当だ、黄色だ、あ、いいですよ、開けてくれれば、おお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 お、ナイス。何、ボギー？ボギーです。しょうがないですね。はい。しょうがない。しょうがない。一打縮めました。縮めました。はい。2打差です。2打差。春の青い空、青春ですね。ああ、またな、おお、なんか変な転がり方してんだ。誰か木の後ろから蹴飛ばしたみたいな。さっきまで青かったのに今はどんより曇り空に見えます。あ、雨が落ちてきたと思ったら自分の涙でした。泣くには早いだろう。行っちゃってるかな。行っちゃってるかな。今振りましたね。ちょっとね、なんかその前はなんか合わせて感じがしたから、しっかり振ろうと。うん。でもやっぱりいいショット出てる時ってしっかり振れてるもんね。まあ振れてる、ね。合わせたりするとまあまあそうだね。それでね、まあまあうまくいく時もあるけどね。その距離合わせで。あちらでございます。木の中でしか打ってないんだけど。空いてますね。空いてます。ちょっと上大事なので。まあいいかと思って打つといいショットなのに行けまでみたいな結構悔しいので、いい結果を生むにはいい準備が必要だっていうのをアナウンサーの時からも先輩に言われたので、なるほど、これも準備ですよね。準備です、はい。こうちょっと待ってくださいよ。そこに当たりますか。ちゃんと見てなかったですね。この木見てください、はい、微妙にここが残ってたんですね。そこ、ここに当たりましたね今。そこですか、はい、なるほど。いやー、ここの間を抜けていこうと思ったんですけども、なるほどなるほど、やっぱ準備が足らなかったですね。ここもちゃんと見とかない、こういう木だと思うじゃないですか、切り株が、はい、ここにちょっと残ってたんですね。ここですもんね。ああ、そうですね。これを1回目からやりたかったですよね。あの切り株ですよね。まさかの切り株、こんなとこにはまる。これはさすがに打てないわ。もうアンプレしますスプーンで、はい、おお。
もうちょい右、もうちょい右じゃない、もうちょい左で行きたかった。前行ってくれましたね。あ、意外に多分、はい、あの木当たったけどさっき右跳ねたから、あ、本当ですか。グリーンの近くかその手前のとこまで行ってると思う。ありました。いやバンカー狙ってちょっとこうフェードしたらいいなと思ったんですけど、なるほど、はい、そのまま真っ直ぐ行っちゃいました。行っちゃう、ね、ショットとしては悪くなかったです、ね、はい、さあ次4打目でしょ。次5打目です。次5打目って言ったら5打目ですか。それは動画の中で詳しくは動画で。ちょっと長かった理由が、なるほど、長かった理由がちょっと分かった。大輔と一緒で散々喋った後に。あー、ピンチ。わあ、これは、おっとこれちょっと試練ですね、このここはちょっと、はい、試練ですね。あのクラブ選択、はい、東さんに怒られますね。大ちゃん違うよと。はい、あー、それか。はい、5人もらえますか。おお、間違ってないですか、選択は。そういうこと。はい、ちょっと、あ、一応確認です。ラムセルラム。いきます、これで。はい。怒られる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 。僕ちゃんと聞きましたよ。こんなことしてたら怒られる。ナイスです。なんとか。はい。いや、飛んで飛んで。よし。うお。これはでかい。いいタッチ。距離感は良かったです。はい。もうちょっとお互いピッチャー踏ん張らないといけないですね。そうですね、踏ん張りどころ、踏ん張りどころ。ああ。まさかの佐藤氏よりもちょっと魔物が住んでますね。イーグルポイントには。ナイスです。全部強い。全部強い。ちょっとビッグイニング作ったね。ビッグイニング作っちゃった、はい、また一打縮まりました、はい、脱ぎましたよ。怪物が、あの明徳技術店のあのテーピングを取ったみたいな。あえてカメラが来てから、はい、テーピング外しました。テーピング外してました。上がり3ホール、はい、しっかりとした野球をして、野球野球じゃねえよ。もうテンパってます。相手ちょっとボディーボールで効いてますね。効いてます。じゃあこれが痛いのは横浜野球を体現してって意味です。よし、池だけは越えてください。ほんと勝負弱いですね。お、あれ？右に抜けましたね。やばい。
あっと松坂打たれました。松坂打たれました。これが視聴者の皆さん見たかった姿です。どうぞ。あの寂しそうな背中、あんなに小さく見える背中が今まであったでしょうか。あれ一応横切ってますかね。まあ、横切ってはいます。ただ、はい、力の3打目も可能ですし、どちらでも大丈夫です。あ、じゃあ、うん、マイクあげます。はい、俺ここでよくシャンクスのよ。あ、そのイメージがちょっとあったっすか。そうで、ちょっとちゃんとこう捕まえに行こうかなって思ったら右にすっぽ抜けました。あれあれです、ね、野球とゴルフ言い間違えてる時点でダメですよね。あれは言い間違いだったんですね。言い間違えてたんだ。なんかその後横浜高校野球とか言ってたの。あ、それはちゃんと自分なりにこうリカバリーしたのよ。どっかでモヤモヤしてたから。やっぱり間違えてたんだっていう。まあ、バントですか。よく見ますね、そのシーン。今日は多めに、いつもより多めに。自分で笑っちゃう。ビビりすぎだろ。入れるとしたらスラじゃん。はい、そうです。でももう自分のあれさ、自分を信じて、自分ですね。チャンネルはそのままで。いや、俺はもう完全にね、やっぱり1打縮められたと思ったから、なんなら2打もありえるっていうね。そうですよね。そうだよね。助かりました。いやちょっとドライバーが怖いんだよな。気持ち切り替えて。そうですね。あ、これ17番ですか。17です。延長17回ですよね。あの時は18回に行けなかったので。はい、おーい。そうです。でも17回も簡単に2アウト取ってから、はい、例のあの、はい、冒頭があってホームラン打たれたんで見出しちゃダメです。多分しんちゃん見てると思います。もたらしごめんね、俺が打たれたから悪いんだよ。今日誰の膝つくんですか。分からなくなってきました。さっきのなんで入れないんだよ。あ、これもうあれだな、お蔵入りだなこれ。おいおいおい、俺が許しても世間が許しますよ。ここまでたくさん喋っていただきましたけど、残念ながらお蔵入りですね。こんな姿晒すわけにいかないんで。はい、いや、これも含めて YouTube ですよ。YouTube のこと知ったかぶりしてますけど。あの時17回の一甲子園の時の気持ちってどんな気持ちだったんですか。いや、あの時はポンポンってツーアウト取ったんですよ、はい、でそれまでの延長が結構もうランナーを出してランナーを出してなんとかって感じだったのが、はい、17回は、うん、ツーアウト簡単に取って、でポンとまたショートゴロで、あれ三者凡退だ、久々だなと思ったらエラーが出て暴投があって、はいはい、まあ、ツーアウトだし、うん、次抑えればいいやみたいな感じでいって、その初球ですからね。なんかこう、そのなんかゾーンにこう吸い込まれていったような感じで、うん、で、まあ、平石も
動画で言ってましたけど、はい、5タイムを取ろうかどうかみたいな、ちょっと嫌な雰囲気があったので、ライトからタイムタイムみたいなことを言ってたんですけども、届かずにそのままスッと試合に入って、その初球にホームラン打たれたみたいな、はい、私あの時ホームラン打たれた瞬間、こういうつもりだったんですよ、イメージで立ってて、はいはいはい、ああこういう感じだったんですけど、はい、試合が終わってホテル帰って VTR 見たら、うん、こうなってて、人間よくあの膝から崩れ落ちるとか言うじゃないですか、無意識なんですよね、あれ、はい、おー、ナイスアウト。今もピッチングで、まあ、ちょっと、はい、7番だとロフト立てて打った時にちょっとあの斜面に当たりそうだったんで、はい、まあ、ピッチングでちょっとロフト立て気味に打ってって感じですね、はい、勝負の一打ことごとくダメですよねはい、145アゲンスト、いいですよ、これ入ったね、これ入りましたね、これはこれ入りました、入りました、やっぱり延長中何回とどめを刺してきます入ったらまずいですね。やってしまいましたね。怒っちゃいましたね。変な打ち方しますね。はい。こんなか。こんなの。やっぱり今の17回、いやこれ入れないと負けるぞ、まあ、2点リードぐらいでいきたいですね、そうですね、2点リードぐらいで、はい、ここ大重要ですね、重要です僕も重要ですサトシも重要です、はい、あれもむずい、いや横、いや、やっぱ横むずいですよ、はい、上りのすらしっかり打てようって感じですか、もう肩の芯で打ってくるんですよ監督に監督にちゃんと聞いて左打ちで1名ぐらいとかでよろしいかと、はいはい、そうなんですよ、ちょっとビビりすぎてね、ピコに当たっちゃったりしてるんでね、芯で死んで捉える、はい、もうなんかもうさっきからもう先っぽに当たってるさっきから先っぽに当たってんのよ、あれキャディーさんになんて言われたんでしたっけ、死んでどこ当たりました、先っぽおい、今はちゃんといい音しましたよね、うん、ナイスです、17番で2点差になる、はい、一緒やないかいあの時は18回なかったんですよ、まあ、今回18番なんで新たなドラマが実は待ってるかもしれない、ここはい、あの時はなかったですから、生まれさせない、はい、うわ、おお、目を刺された、これはすごい、よし、ナイスショー、勝負強いですよね、やっぱり諦めたらそこでゲームセットですね、終わりです、はい、バンカーかな、なんか超えないけど、あどうだろう、あれ狙えるかな、
諦めた。今ゲームセットって言おうと思いました。手が上がりかけた。あ、そう、俺もゲームセットです。すいませんでしたって言おうと思って。わかんないですかね、それ。あそこにバンカーがあっただけなんだから。いや、でもそれは知ってたんですよ。おお、あー、惜しい惜しい。まあ、なんか奇跡が起こりそうだったのに。これはもうゲームセットですか。まだ、ね、まだまだまだ相手が分かんないか。残り100、100、はい、56で、はい、マンダフリした。あ、超えてくれた。おお。めっちゃダフった。パワーです。力技です。確かに力技です。すごい鈍い音でしたけど力で持っていきましたね、最後。全くクラブとボールが当たる音がしなかったぐらいの。あの PL 戦も、はい、最後は力で運が良かっただけです。ちょっとだけ。うん、まだわからないですよね。ナイスハットです。絶対ショートはしない。しっかり届かせてもらって。そう、しっかり打った。うお、最後の最後に。ありがとうございます。恐るべしですね、やっぱり、ね。まだゲームセットじゃないですよ。そうですよ、なんでいいんでしょ。あ、バーでもう手上がってたよ。さすがにゲームセットです。私でもわかります。楽しんでください。おー、ありがとうございます。わあ、ゲームセット。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。参りました。まあ結果、まあ4打差で、4打差で、僕の勝利と、26年前のリベンジならずと、横浜高校の勝利と、はい、PL の皆さんすいませんでした。どうした今日一日。いや、もうめちゃめちゃ楽しかったですし、ライバル関係というか、はい、もう26年の付き合いになりますけども、こう負けたくないっていうのは野球の時からゴルフになっても変わらずで、はいはい、でも負けてしまうと、だからまた挑戦したくなると。いや、このループはね、最高ですね。いや、これからも続きますね、はい、そうですね、はい、いやー、ぜひともリベンジしたい。普段の、あのね、プライベートで回るとまたちょっと違った、ね、緊張感があって雰囲気の中で、いや、楽しかったですよ。でくしくもやっぱりあの延長戦のような、はい、なんかね、ちょっとこうなぞったような展開になったっていうのもまたこれね、面白いですよね。後半ね、なんか打ち合いになっちゃってね、追いついたりまた離されたりみたいな。で最後はバーディーでとどめさされる。あのね、あの時矢くんの、はい、もう勝ち越しツーランぐらいの衝撃がありました、あのバーディーは。あんなロングパターンありますか、最後に。いや、持ってますよね。甲子園の決勝もノーヒットノーランで締めてますし、やっぱりすごいなと、改めて平成の怪物の凄さをこのゴルフでも体感しました。あとはまあ、どうですかね、まあ、あの見てくれた人が、ね、はい、あのまあ、楽しんでくれたら。そうですよね、あの同世代の方ももちろんですし、うん、あの若い方で、はい、これを見て逆にあの試合を見てもらってみたいな、はい、見ようかなって、そうですね、はい、そう思ってくれたら嬉しいですね、はい、流れになったら嬉しいなというふうに思いますんで、はいはいはい、今日は僕と正俊2人でしたけど、はい、また別の企画でね、あの横浜高校と PL みたいなね、いいね、はい、4対4みたいな、あのこの間もね、あの平石コーチと、まあ、ちょっと対談やらせてもらった時もその話してましたけど、まあゴルフでもいいし、またこう集まってね、
野球はもうちょっと、うん、野球ね、できる人もいるけど、できない人がほとんどなんで、ゴルフでじゃあまた、まあ、ゴルフか、はい、またまた集まってね、集まっていったらいいなと思うんですけども、はい、楽しみにしていただけたらと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、乾杯です。ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。お願いします。初めて言いました、うん、見てくれてありがとうございます。それでは